物語の修復、かけらの回収、どちらも順調ね。ママ、ねえ、あなたはぬいぐるみかお人形さん、どっちが好きかしら。ぬいぐるみはとっても可愛いものね。でもこのプレゼントはただのおもちゃじゃないのよ。一緒に戦ってくれる心お供の属性は5種類あるけれど、今は火と風しか用意がないの。火はどうかしら。じゃあこの子渡す。ちゃんと編成してあげたらバトルの時に会えるわ。やる。じゃあ先に進みましょうか。道の向こうに何か見えるわね。鳥の着物かしら。誰にも見られてないわよね。大きな建物ね。まるでお城みたい。あのかかしの記憶を直したらお城にお邪魔してみましょう。物語の修復を始めましょうか。とある王城の地下層、この部屋の中で彼の時間は止まっていた。その日、ある少年と出会うまでは。
少年はぐったりとして起き上がる気力もないようだった。少年は消え入りそうな声でつぶやく。見かねた男は休む場所を作ろうとガラクタを漁ることにした。ガラクタを漁っていると突然廃棄された兵器が。適正勢力の死因。男は集めたガラクタで不格好なベッドをこしらえた。男の助けを借りて少年はベッドへと向かう。少年はお礼を言うと男を見つめ、いくつか質問を投げかけた。男が名乗った名は、国が作った戦争用の機械兵。その初号機の名前。少年は薄く微笑み返す。僕はこの国の第一王子だった人間だ。男は戦争で指令を完遂できず、欠陥品として捨てられたと答えた。少年は生まれつきの持病が悪化し、見限られ捨てられたのだと返す。僕たち似た者同士だね。少年は悲しそうに微笑んだ。喋り疲れたのか、やがて少年は眠りに落ちる。安心した顔を横目に、男はただそこに座り続けた。銃を持った機械兵のお話。あの杖の子と出会った頃の記憶みたい。
それじゃあお城に向かってみましょうか。雰囲気じゃなさそうね。私が相手をしよう。作戦を続行する。Thank you.
適正勢力を死にふっ敵は皆殺しだ。壁も体当たりで壊せたらいいのに。なんだか変わった部屋に来たわね。とにかく先に進んでみましょうか。流れ落ちてる。でもその向こうに道は。流れをせき止める方法があるのかしら。これはスイッチ。こっちにもスイッチね。押してみて。なるほど。これで最初の道が進めるのね。奥への道が開けてるわ。寒さが体に触ったのか、少年の体調は徐々に悪化した。部屋を見回すと、ガラクタの奥に薬瓶らしきものが見える。
ラベルを見ると、中身は猛毒のガス兵器だった。適正勢力の死人。敵増援を確認。解除。男は少年のために薬探しを続ける。壁際に散乱するガラクタの先にも倉庫が広がっているようだ。棚に並ぶ瓶を手に取り、少年が待つベッドへと戻る。受け取った薬瓶を見て、少年がクスクスと笑う。空の瓶じゃ病気は治らないよ。男はキョトンとした顔をする。そうだと声を上げ、何かを思いついたように少年が立ち上がる。少年は瓶の中にろうそくを入れ、ランプに変身させた。そして小さな声である歌を歌い始めた。勇者は剣を抜く。己の意志の力で世界に満ちる暗黒が行く手を阻もうとも、恐怖に支配された民を救いの光で導くために。それは勇者が民を思い魔王に挑む歌。温かに揺らぐランプの明かり、男はじっと考えている。ありがとう。男の中にあるはずもない言葉があふれた。キョトンとした少年の顔が一生分と思える笑顔に変わる。凍えるような部屋の片隅で、彼らは今同じ体温を感じている。カカシの処理も手慣れてきたわね。いいわ、この調子で進みましょう。
私が相手をしよう。これが私の覚悟だ。邪魔するならあなたたちも。あら、あれって前に襲ってきた怪物。追いかけるの？
あの怪物、まるで私たちを呼んでいるような。怪物はいない。今はあのかかしを片付けましょうか。